続いては特集です。昨夜静岡市内、赤いサリーを身にまとい踊るのは県内に住むネパール人女性たち。毎年この時期に行われるヒンズー教徒の女性の祭り、ティーズです。その会場に一人の男性が。女性たちに囲まれ、踊りの合間には記念撮影を求められます。スーパーヒーティーロネパールゲイヨン、初期大好き、ネパール人の大好き。ラジェス・ハマールさん、55歳。ネパールでは知らない人はいないというほどの大スターです。これまでに200本以上の映画に出演。俳優のほか、テレビ番組の司会、歌手、モデルなどマルチにこなすタレントで、ネパールの福山雅治といった存在です。彼が一体なぜ静岡にいるのか、ある理由がありました。特集です。ネパールの大スター、ラジェス・ハマールさん。この方、津川さんご存知でしたか？いや、すいません、知りませんでした。ネパールではとっても人気がある方だということなんですが、失礼しました。静岡に来たのにはある理由がありました。ラジェス・ハマールさん、55歳。ネパールでは誰もが知っている映画俳優です。ラジェスさんは昨日午前、静岡空港に降り立ちました。出迎えたのは静岡に住むネパール人の団体、ナマステネパール静岡の会のメンバーです。空港を出て一行は島田市の蓬莱橋へ。案内するのはナレス・マハラジャンさん。日本に来ておよそ30年、現在日本人の妻、2人の子供と焼津市に住んでいます。彼もともと映画に出てるの でここで日本のよく劇時代だったり、いろんな映画撮影しましたよって、そういう紹介したくて来たんですが、来たら彼の映画も作りたいとか、こういいし、奥さんと歩いてるシーンとか、そういう面白そうだなと。ナレスさんがラジェスさんを静岡に呼んだ張本人。しかし観光地を案内するのが目的ではありません。2015年4月、ネパールをマグニチュード 7.8 の大地震が襲いました。広い範囲で建物が倒壊、9000人近くが犠牲となりました。世界遺産があるナレスさんの故郷カトマンズ近郊のパタン市も壊滅的な被害を受けました。惨状を目の当たりにしたナレスさんは、ネパールを地震に強い国に変えたいと、静岡で防災について猛勉強。さらに募金を集め、ネパールに初となる防災支援センターを建設しました。災害時には避難所となり、平常時は防災教育の拠点となる施設です。昨日のイベントではラジェスさんを目当てに県内に住む多くのネパール人が集まりました。その冒頭、ナレスさんは、ラジェスさん、結構ですか、大変です、結構です、今日は何の日か分かりますか、皆さん。そうですね、皆さん頭の中でお祭り、今日夜赤い服着て踊る日ですって頭の中ですね。実は今日防災の日です。するとナレスさんは会社や自宅で使っている非常持ち出し袋を取り出しました。日本人は日頃地震に対してどのような備えをしているのか、集まった在留ネパール人に熱く語りました。何回もやろうとしたんですけど、なかなかやっぱり防災って言うと硬い話になっちゃうので、なかなか集まらないです人が。でこういうきっかけをつかんでやった方がいいかなということで、スケジュール調べたら30日に福岡でやって、それから1日空いてるってことだったら、ちょうどうちでは防災の日なので、それに合わせてやりたいという要望をして、でそれに合わせて防災訓練の日に今やったという機会になるんですけど、今日のなんていうかな、防災グッズは見たことなかったみたいですね、ネパール人は。そこがすごいびっくりしてたので、それはすごい良かったなと思います。ナマスカル、ソーリーライク、こんにちは、こんにちは。ナレスさんの防災ミニ講座の後、ラジェスさんが講演、その後にはファンと記念撮影をして、イベントは大成功に終わりました。協力したラジェスさんにも防災に対する強い思いがありました。
And coincidentally, you know, when the last big earthquake happened, tsunami in 2011, March, I was in Japan. And I remember that night, I did not go back to my room to sleep. All whole night, we sit in Makuhari restaurant, and every 5 minutes, 10 minutes, earthquake is a disaster which is a man becomes helpless. You don't know what to do. ラジェスさんはネパール大地震の後被災地を回り被災者を励ます社会貢献活動に取り組んできました。母国を地震に強い国にしたいという思いはナレスさんと変わりません。 Because Japanese people are quite prepared. I think they're the most prepared country in the world when it comes to earthquake. You have built your infrastructures accordingly.You have trained your children accordingly in school. Because in most countries, people don't know how to behave when there is earthquake, you know? They try to run, they make a lot of noise. So that way, Japan is an example. And we should, I think, coordinate with Japan and learn from Japan a lot because Nepal is also quite vulnerable when it comes to earthquake. ネパール大地震から4年が経ちました。ナレスさんは母国の復興を感じつつ、住民の防災意識にも変化が現れてきたといいます。今年4月にはナレスさんが作った防災支援センターで訓練が行われました。ネパールではもう本当に毎年その日に合わせてやるっていうのがもう徹底的にやっていますので、まあ、来年は今年でももっと拡大的にやろうと思っています。また、はい、で私に関してももうやるというのはもう決まっているので、はい、まあ、意識はすごい変わっているなという感じにします。静岡の防災のノウハウをネパールに。ナレスさんの活動は続きます。今から現代トイレ、はい、今回はあの大スターも招いて一緒に防災の大切さを訴えたナレスさんの活動はいかがですか。はい、日本のみならずですね、世界 の地震防災力というのが高まるといいなと本当に思いましたね。はい、この、ラジェスさんですかね、防災の意識が非常に高い方のようですが、はい、この方が、日本はお手本だというふうに言っていただいて、とても嬉しい反面、はい、その日本はお手本という言葉に、恥ずかしくないようにですね、はい、これから私たち一人一人も防災力を高めていかなければならない、そんな思いをしましたね。気を引き締めたいですね。はい、今日の特集でした。